無線がイカれたか。かなり濃いな。大丈夫？あんたたち普通のゴッドイーターにはちょっと答えるんじゃないの？いくら私たちが海域用に調整された変色因子を投与されているとはいえ、長居はできそうにないですね。まあ、行けるところまでは付き合うさ。待て。なんだこいつら。エイジ。赤の女王。久しぶりだな、兄貴。お前はニール。なんでお前が赤の女王に。ニールって前に話してた行方不明になった弟さん。まずは話を聞いてくれ。ここに至るということは、諸君らの作戦はほぼ成功したと言っていい。おめでとう。お前がベルナーか。いかにも。私が赤の女王の首領ベルナー・ガドリンだ。赤の女王が我々に何の用だ。仲間に危害を加えるつもりなら。手荒なことはしたくない。まずは話をさせてほしい。話？ここには我々エイジの国がある。あらゆる差別も区別も存在しない。エイジが人として生きていける場所だ。腐敗した外の世界に見切りをつけ、理想を追い求めて打ち立てた祖国だ。回覧を人為的に引き起こして回って、そこにどんな理想があるのかね。報復への衝動を抑えられず強行に走ってしまった者たちがいるのは事実だ。君たちならわかるだろう。エイジが受けてきた仕打ちを、報復に走った彼らを誰が責められよう。彼らを止めることができなかったのは私の責任だ。報復はさらなる報復を生む。だが我々はついに憎しみの連鎖から解き放たれた。安住の地を得た我々に戦う理由はない。なんでこんな海域の中で生きていけるんだ。いくらエイジだからってこの濃度じゃ長くは持たないはず。人型荒神の細胞をもとに調整された炎色因子のおかげで俺たちは完全に近い体制を手に入れた。犬飼いの野郎か。彼の内通が露見して細胞の供給が止まった時は焦ったがね、なんとか完成にこぎつけることができた。我らはエイジを迫害する人々を許さない。だが彼らを破滅させる気もない。我らは我らのみが生きていける楽園を築き、そこでただひっそりと過ごせればよいのだ。海域で生まれ育ち、子を育み、そして死ぬ。我ら赤の女王はその礎を築きたい。君たちの活躍は知っている。エイジでありながらグレイプニルの中で無視できぬ勢力にまで成長した。その力我らに貸してはくれまいか。ユーゴ、俺あいつの言ってること、確かに一つの理想なのかもしれないな。来い、我らの元へ。悪いが他を当たってくれ。俺たちには果たすべき仕事がある。君はどう思う？彼と同じ意見かな。ならば待とう。
諸君が答えを出す日を。フェンリル本部はこの先にある。だがそこには冥界の主が眠るだろう。ブーンを祈る。普通じゃないオーラ放ってんだけど。あいつは前にも。どうやら食後のティータイムって雰囲気じゃなさそうだな。どうすんだよユーゴ。こいつは今までで一番の上物だ。逃す手はねえだろうよ。いけるな。この先に俺たちの未来がある。たどり着くぞ。俺とお前とみんなで。あれがフェンリル本部。確認できました。フェンリル本部までのルート確立、地下プラントも健在かと思われます。作戦成功です。たどり着いた。作戦成功。やっと終わった。とりあえず休みて。オーナーおめでとう。また忙しくなりそうだな。ありがとうリカルド。本当にお疲れ様みんな。ついにフェンリル本部までの航路は開けたわ。あなたたちは一度帰ってきなさい。ああ、でもその前にちょっと一休みさせてくれ。今回ばかりはさすがにくたびれた。怪奇シュアラ神に食べられても知らないわよ。バカ言え。俺らは怪奇種で飯食ってんだ。皆さん、各キャラバンから作戦成功への祝電が届いています。すごい数です。見返してやったな。俺たちをバカにしてた奴らを。ああ、俺たちは自由を勝ち取った。ここから始まるんだ俺たちの明日が。こいつらも喜んでくれるかな。これでみんなともお別れだね。帰るのか。うん、次の任務が待ってるから。でもまたみんなに会いに行く。ああ、いつでも待ってる。さあ行くか。ガキどもが港で待ってる。
帰るぞお前ら。